お疲れ様でございます。お盆前の最終中時台の前、ご挨拶を差し上げますのは山本五右でございます。皆様、遅い時間までこのお盆の期間にもかかわらずの暑い中のご、外出お疲れ様でございました。適宜ですね、今は熱中症の方がコロナよりも怖いと、熱中症で実はですね搬送されてしまうとコロナの患者さんも圧迫されてしまう、熱中症の患者さんがコロナの皆さんを追い出してしまうみたいなそういう部分もございますので積極的にマスクの方ですね野外においては取っていただいて熱中症を我々が特に上の年齢の方々に熱中症にならないでいただくことが皆さんお疲れ様です重要でございますので山本五右はまずは熱中症この夏は完封してそして秋冬これのコロナがねまた大きくなってきますのでそのための隙間を開けておくと今のうちに開けておくそして第2波を防いでいくといったところで熱中症をまずは食い止めていくことが重要命を救っていきたい山本五右は命を救う政治そして経済の復興のためにそこに陥った経済の底上げを減税によってしっかりと立ち直らせてまいります山本五右と申します減税東京を組ませていただいております無所属の政策集団小さいながら皆様の声で大きくなって選挙で票を叩き出してですねしっかりと官僚の皆さんたちに減税の必要性を身をもって分かっていただくということを目標にしております必ず成し遂げる減税は減税東京山本五右でございます荒川区においては出てこいと未来のリーダーたち後ろにもうっすら見えております四谷大塚の看板大人のリーダーが出てこなくなって久しいわけでございまして60代の皆様が議員会館でプカプカと、喫煙をしてそういう健康意識が横行しているそれが現在の国会でございますのでそういったところ若い力でひっくり返していかないと時間は待ってくれない次世代の息吹は待ってくれないわけでございますので山本五右この大事な2ヶ月をまずは熱中症完封皆様の命救った上で減税を大きなうねりにしていきます山本五右のこの足跡にご注目をいただければと思っております山本五右でございましたありがとうございました